どうも、吉谷です。吉谷の流儀第34条ですかね。今回はですね、稼ぎ続けられる人の特徴、稼ぎ続けられる人の特徴でお話していこうかなと思います。はい。これですね、まあいろいろあるんですけども、まずですね、稼ぎ続けられる人の特徴は、なんだろうな。プライドがない人ですね。プライドがない人。これね、プライドある人ね、稼ぎ続けられないんですよ。まあ、どういうことかっていうと、例えばまあ今回コロナでね、こういう状況になりましたと。で、地震があったりとか、いろんな状況って、まあ時代が変わって、物とかサービスだったりとか、状況変わるじゃないですか。例えば、いや、俺は飲食店で10年やってるんだと。いや、飲食店、なんでお客さん来ないんだみたいな、プライドがあるとするじゃないですか。俺はここまでやってきたんだと。だけど、そのプライドを行使したとしても、稼げないじゃないですか。まあ、そもそもそのプライドを行使します、使います。悪いことじゃないと思うんですけど、じゃあそれを使って稼げるのかというと、人がそもそも、来ない、自粛、ホームステイ。俺はこうなんだと。で、店で、こう、一生懸命仕込みをしてるとするじゃないですか。いや、でも人来ないですよね。じゃあ稼げないじゃないですか。だから、プライドって大事な部分あるんですけど、プライドって、稼げなくなる危険性もあるんですね。だからこれをプライドすぐね、プライドというかプラウドですね。どちらかというと、プライドを捨て、プラウドを持てと。だからなんだろうな、時代に応じてやっぱ変化する能力というか、変化していかないと対応していく能力がないと、まあ稼ぎ続けることは非常に難しいのかなと。例えば、まあシャープなんかもわかりやすいですよね。昔家電とかね、世界の亀山工場つってね、CM バンバン売ってね、吉永小百合さんでしたっけ、亀山ブランドみたいなね、世界の亀山、シャープ、アクオスみたいなね、やってたじゃないですか。今マスク作ってますよね。なんかこれ企業もそうなんですけど、トヨタもそうですよね。トヨタも、最初は織物の、会社だったのかな。車作ったりとか、今度街作ったりとか。だからその生き残り続けてる、稼ぎ続けてる企業って確実に変化してるんですよ、時代に応じて。もしくは時代を先読みして、動いてるっていうところですね。でもう一つじゃあ言うとするならば、まあ今にちょっと精通するんですけども、時代の流れを読む力ですね。時代の流れを読む力で、これがないと、要は、まあ、絶対はないんですよね。昔その1999年でしたっけ、ノストラダムスの大予言、まあ、めちゃめちゃ売れましたけどね、世界は滅亡するっていうね。まあその当時確かアルマゲドンっていう、アルマゲドンの映画を僕3回見たんですけどね、あれいいっすね。あれ泣きます。あれアルマゲドンの映画見て泣けない人はどうなのかなっていうね。まあいいや。まあまあまあそういう時代があって、まあ実際まだ生きて、残ってるじゃないですか。で、その時代の流れを読めないとどうなるかっていうと、準備ができないんですよ、これ。準備が。きっとこうなるだろう。でもそれは不確定要素しかないんですよ。だけど、おそらくこうなるだろうっていうことが予測できる人っていうのは、そこに対して準備ができるんですよ。じゃあこうなった時に今からやろうってさ、遅いじゃないですか、さすがに。で、準備してる人と今からやろうの人は、この差、歴然の差ですよね。だから、稼ぎ続けられる人の特徴の中に、必ず時代を読む力。もちろんそれは 100% 当たるかわからないけど、少なくてもそれを想定して今準備をしている人とかね。だからそれ大事ですね、めちゃくちゃ。まああとは、まああとはまあ続けてる人ですね。まあ僕もネットビジネス15年以上ですかね。ネットを見てきてますけど、この15年で稼ぎ続けてる人、あんまりやっぱいてないですよね。消えてくんで。だからやっぱ続けてる人はやっぱもう、ってか続けてる人しか稼げてないですよね。それは当たり前なんですけど、会社に出社してる人しか給料もらえないじゃないですか。まあそれと同じで、まあ続けてる人かなと思いますね。稼ぎ続けてる人は。あとは、取り入れる、新しい情報、新しいものを吸収できる人。新しいものに敏感な、人ですね。
ただこれって要注意があるんですけども、新しいものに敏感になりすぎると、その一点、集中が分散するので、ここは非常に気をつけないといけないですよね。新しいものは取り入れる、新しいものを使ったりとか新しいものを取り入れていくっていうのは大事なことなんだけど、そこをやりすぎるとその集中ができないので、だからそこのだから仕分け能力みたいな感じですね。まあ確かにこ、あ、確かにこれは新しいの出てきたな。例えばですよ、オンラインサロンが出てきた時に、オンラインサロンって儲かるのかなって言って、オンラインサロンにただ行く。で、もう失敗する。有料メルマガ、メルマガが有料で売れるぞってなった時に、有料メルマガやってみる、失敗するとかね。わかります？だから、新しいものが出たからといって、すぐ飛びつくというか、まあその、なんだろうな、そこを感じたり、じゃあそれは自分にとって必要なのかどうかっていう仕分けの能力ですね。この仕分けの能力がないと、全部新しいもの取り入れないといけないじゃないですか。ね、あれもこれも、あれもこれもみたいな。それ本当に自分に必要なのかっていうとこですよね。今の自分に必要なのか、それかもしくはこれからの自分に、まあ未来を予測するっていうのもあれですけど、これからの自分にそれは必要なのかっていうところをしっかり考える。だからまた言うと、もっと掘り下げていくと、深く考える力ですね。深く。それは本当に自分に必要なものなのか、この先それは自分にとって大切なものなのかと。例えば僕の事例で言うならば、トークの技術ですよね。この話すっていう技術に関しては、時代あった方がいいよねっていう。で、これはまあ時代の先読みだったりとか流れを見たとしても、これはあった方がいい。だからこれに集中する。喋るっていう。日々喋っとけば、ね。日々喋っとけば、これから喋ろうと思ってる人に比べると、差は歴然ですよね。じゃあ10年後からトークだみたいなね。トークやっぱ大事だよねっていう思ってやる人と、10年前から喋ってる人じゃ全然違うだろうし。だからそのネットビジネスで言うなら、僕の仕分けで言うならば、ネットビジネスの構造上、インターネットの構造上、テキストとトークがこれがメインかなと。稼ぐ上でどんなスキルが必要なのかっていうと、喋るスキル、あとは文章を書くスキル、この2つがあれば、まあまあネットでまあ飯食えるかなっていう仕分けなんですよ。でも多くの人って、これが儲かるかな、あれが儲かるかな、あれも儲かるかなっていう。で、最近で言うならば、ドリアカにノートで稼ぐっていうのを入れたんですけど、僕は興味ないんですよ。でもお客さんからリクエストがあったりとか、まあ実際にそのやってみたいっていう人もいるので、まあどうぞっていうところで、講義もね、提供していただいたんで追加したんですけど、あんま興味ないんですよ、ノートに対して。もちろんそのアクセスがみんな集まらないっていう問題点があるので、アクセスが集まらない場合は、ノートとかココナラとかそういうところで使ってもいいと思うんですけど、じゃあそれが、結局その、僕の仕分けの考え方で言うならば、自分のプラットフォームを持った方が強いよねっていう。結局ノートに依存する、ここならに依存するじゃなくて、自分の顧客、自分のメディアというか、それを作った方がいいよね。例えばじゃあノートで、10万20万30万稼げるとしたとしても、10年後20年後30年後を想定して、自分のメディア、ブログだったらブログを強くした方がいいよねっていうような、僕の仕分けです。これ人それぞれ考え方が違うので、別にノートでね、ブランディングしてもいいじゃないかとかね、YouTube でブランディングしてもいいじゃないかとか、まあいろいろあると思うんですけど、僕も YouTube 使ってるんで、YouTube をね、もう完全に使ってますよ。なんで、ちょっとそこと、お前、ノートは使わないけど YouTube 使っとるやんけと。ね、ノートは使わないけど、インスタ使ってるじゃないかとね。まあ僕今 YouTube とインスタやってるんですけど、この2点ですね、SNS に関しては。あとはブログやってますけども、だいたいこの3点ですかね、今回してるのが。で、なんで3点かっていうと、この3個のメディアっていうのは全部分けてるんですよ。YouTube に関しては動画、トークですよね。で、Instagram は写真なんですよ。メイン写真の SNS じゃないですか。で、ブログは完全なる文章なんですよ。で、最近アドバンス生だったかな、なんかそのもう質問に回答してたんですけど、なんか質問、なんだ、届いてますかみたいな来てたんですけど、まあその質問が、なんだっけな、その華やかみたいな質問だったんですよ。僕のブログって全く華やかじゃないですよ。で、テンプレートも文章のみみたいな、そのテンプレートの
そのコンセプトも文章に特化したみたいなテンプレートを使って全く華やかじゃないですね。だからブログは文章、インスタグラムは写真、YouTube は動画っていうこう積み上げてるんですね。だからこの3つでいいなっていう、ブログは文章、ね、まあ、メルマガはメルマガに力入れないのもその未来を想定した上ですね。ステップメールも作ろうと思えばつけるんですけど、ステップメール作るよりかはある一定の安定したアクセスが来るメディアを作った方が最終的に局地としていいなと。でも結局そのステップメールを構築したとしても、僕広告を使わないって決めてる部分があるんで、まあこの考え方が変わるか分かんないですよ。変わるかもしれないですけど、今現状としては広告を考えてないんですよ。ね、広告流動からのステップメール、それは作るべきですけども、広告流動がないってことは、広告って何かっていうとアクセスを集めるんですよね。金払って露出していくわけじゃないですか、広告って。でそれを金払わず露出していかないといけないですね、広告を使わないんであるならば。じゃあ金を払わずして無料でアクセスを流動していくっていうことを考えたら、もうメディア作るしかないんですよ。だからであるならば、その安定的なトラフィックが集まるメディアをパワーブログを作っちゃおうってことで、それが10年かかるか分かんないですけど、そのブログを毎日更新してるのはそういうところです。である一定のアクセス、トラフィックが来るようなブログが作れれば、そっから別にステップメール作ってもいいと思うんで、うん、ある一定のアクセスが来ます、そこにステップメールね、かましますっていう。今僕がブログで一番読まれて、まあランキングで出してるんですけど、一番が2万回ぐらい、2万だったかな、2万ビューぐらいあるんですよ。まあランキングで、ね、その数字が見れるんで、うん。じゃあこれが10万ビューとか20万ビューとか、もうかなりもう見られるようになったら、その記事をちょっと修正してね、PS でステップメール誘導すればいいんで、なんとかこうだみたいな。もうそれで終了ですよ、うん。それはまだ僕は別にいいかなっていう思ってるんですね。まだ。うん、それは ある程度ブログ更新して、まだブログ更新しても 5ヶ月ぐらいですから、まだまだカスみたいな更新頻度なんで、まあ、これが本当になんだ、マナブさんクラスの1000記事3年ぐらい毎日更新しましたよみたいになってきたら、ステップメールブログの中に組み込んでリストを獲得して自動で流れるっていう仕組み入れてもいいかなと思ってるんですけど、まだかなっていう、うん。だからあとはそうブログに僕はね URL 入れてないんですよ。基本的にブログの記事にその全く入れてないんですよ、 URL を。これ見ていただければ分かるんですけど、ブログの記事にアフィリエイトリンクもないし URL も一切ないんですよ。でなんでかっていうと、とにかく読み込ませる、滞在時間を多くさせる。だってそのリンククリックしたら外部に飛ぶじゃないですか、まあ、もちろんそのアフィリエイトで稼げるかもしれないですよ。だけどアフィリエイトを入れてないのも、その外部に飛ばさず読み込まさせる、滞在時間を多くする。で滞在時間を多くすることによって、まあ Google さんからも評価高くなるじゃないですか、そんなの。うん、っていうことで、まあリンクを一切入れてないと。多分今で過去記事も含めて200記事以上、250記事、300記事ぐらいかな、あるんですけど、一個もその記事の中にねリンクないです。一個も、あ、一つだけあるかな、それは僕の本ですね。一つあるかな。でもそれ特定証の記事の中に入れてるっていうね。特定証取引に記事、リンク入れてますね。それ以外は普通のその書く文章に関しては、入れてないですね。うん、とかね。なんかそこはまあそういう戦略を持ってやってるってとこです。まあ大体の人はまあブログやる人を稼ぎたいから、なんかアフィリエイトリンク入れるじゃないですか。もちろんアドセンス広告は入れてますよ。アドセンス広告は。その分。記事の中には入れてないと。うん。まあそんな感じだったりとか。あとなんだろうな。稼ぎ続けられる人の特徴。やっぱりあとはその、なんだろうな。ブレない。まあさっきの話にちょっと精通する部分っていうか、一緒の部分あるかもしれないですけど、結構その、ブレちゃう人が非常に多いですね。だからその吸収することも大事だし、取り入れることも大事なんですけど、この軸が何個もは無理なんですよ、やっぱ。だから一つの軸は、僕は情報発信っていう軸に関しては、じゃあブログで情報発信するのか、インスタで発信するのか、YouTube で発信するのかっていう、この発信というところですよね。何で発信するのかじゃなくて、発信っていうところの軸なんですよ。だから本質的な部分です。
でも多くの人って形がブレるんですよ。本質ブレちゃうというか、本質と形が一緒みたいな。わかります？本質と形が一緒で、なんかブレブレになっちゃうっていう。だから発信するっていうところはマスト。例えば、インスタグラムでも僕写真投稿4000枚以上してますからね。インスタグラムの写真投稿でも4000枚ぐらいしてるんですよ。だから結構ブレてないですよね。ずっと続けてるんですけど。多分、インスタグラムで4000枚以上写真投稿してる人少ないと思いますよ。結構、4000枚クラスは。まあまあ投稿してますよね、4000枚って。4000何枚で今何枚ですかね。今4482ですね。見えるかな。はい。4482投稿してますね。はい、まあまあ投稿してますね。まあずっと続けてますね、インスタグラムは。うん。そう。まあ本当にね、あとね、その、なんだろうな。形をすぐ変えられる人ですね。形をというか、例えばインスタグラムの話だと、僕あの一眼レフこれ撮ってるじゃないですか。で、一眼レフで、まあ、このシリーズは一眼レフで、吉谷龍也一眼レフで撮ると思いますけれども、その、最初インスタグラムやった時、スマホで全部撮ってたんですよ。スマホで全部撮ってたんですね。で、あの、一眼レフを買ってからは、結構一眼レフで写真を撮るようになって、一眼レフの写真しかあのインスタに投稿しないみたいにやってたんですけども、あのこれね、ちょっと続けるのきついなと思って、まあ結局写真を転送しないといけないんで、スマホに。で、基本的に4000枚はもう絶対スマホなんですよ。だからインスタグラムの写真って多分2、300枚あるかな。うん、だから4000枚がもうスマホの写真なんですよ。で、一眼レフを買った時、一眼レフの写真に統一しようみたいなね、思ってたんですけど、それやめました。だから今、スマホの写真もアップするし、一眼レフの写真もアップします。だから両輪回します。だからすぐなんか、だからその主軸は写真を投稿するってことなので、じゃないですか。それが一眼レフの写真、かっこいい写真とか綺麗な写真じゃなくても、スマホで撮った写真をこうアップする。だからこれが僕のちょっと他の人とは違うところで、まあ YouTube もそうなんですけど、その、なんだろうな、本当はその、空だったら空にまとめればいいと思うんですけど、なんかいろいろ写真撮るんですよ。いろいろね。例えばなんだ、これもスマホで撮ったやつか。これこの前直近でその豆苗のやつ撮ったの。これスマホで撮ったやつですね。iPhone で。これ豆苗の写真なんですけど、これ豆苗のね、写真。これスマホで撮りました。はい。これスマホで撮ったんですけども、で、一眼でも撮ります。一眼で撮ったやつがこれか。一眼で撮ったやつがこれですね。まあちょっとまあ映像じゃ分かりづらいですけどね。まあちょっと質感がやっぱスマホ、一眼の方がいい。それは出ますよ。だけど、同じ被写体というか、同じものを撮ったとしても、スマホで撮るときもあれば、一眼レフで撮るところもあると。だからこれが、僕が発信し続けるコツでもあるんですよ。なんか、こうじゃないといけないっていうのを決めつけると、それが縛りになっちゃうんですよね。だからその、写真を撮りに行くぞっていうことで一眼レフを持って写真を撮りに行ってるときはいいんですけど、別に毎回写真を撮りに行くぞっていうところで一眼レフをやっぱずっと持ち歩くのって結構きついんですよ。でもスマホってポケットに入ってるじゃないですか。じゃあスマホで歩いてるときに、あ、これちょっと面白いなと思ったときに、ですよ。あ、俺今日一眼持ってないから撮れないってなっちゃうんですよ。だけどスマホで撮ってもうアップしていいっていう自分の中であれば、もうその瞬間を逃さずスマホで写真撮ってアップロードできるんですよ、一瞬で。だけどこれが一眼じゃないとダメ、綺麗な写真じゃないとダメってなっちゃうと、その瞬間を逃す、そのシャッターチャンスを逃すってことです。これ結構大事ですね。結構そのそこの呪縛というか、こうじゃないといけないって決めつけて、自分の中のルールに、自分が決めたルールに負けてしまう、自分の決めたルールの中で
結局そのセンターピンである発信するっていうことが、おろそかになる、だからこれがね、結構大事なとこですね。じゃあ臨機応変に対応していく。ただここの発信するっていうことはブレないってことですね。そう、これかなり大事ですね。結構多いです。こうじゃないといけない。だからYouTuberの人とか本当大変だなと思うんですけど、結構その一眼レフでかっこよく撮って編集するやつしかアップしない、それしかアップしないってなるとかなりきついですよ。まあそれが楽しい人だったらいいんですけどもね、その編集作業とかね、それが楽しいってことで続けられる人もいると思いますけど、結構ねきついですよ。自分を自分で苦しめてるというか。だから実際ね、堀江さんとかどうですか。堀江さんとかの動画に関しても結局ね、何の脳編、堀江さんがバズった一つの理由に、てかもうあれがそうなんですけど、ノー編集でなんか言いたいこと言う動画の方がバズって、それからね、言ってらっしゃいみたいな、ノー編集みたいなね、ちょっとした動画撮った方が、なんか編集してるよりね、バズるみたいなね。だから別に質感もクソもないじゃないですか。で、こんな話をすると、堀江さんだからでしょみたいになるかもしれないですけど、要は、自分の私塾は何なのかって話ですね。そう。だからよくね、これもめちゃめちゃいただきますけど、マイクはどうなんですかとか、カメラ何使ってるんですかとか、まあ、めちゃめちゃ言われます。多分これからもその質問いただくと思いますけども、最初僕がね、YouTube 始めた時は本当にね、なんだ、こっからですから。はい、こっからなんで。三脚もないですから。でもあとね、三脚は何使ってるんですかとか、もうめちゃめちゃ聞かれますね。それは僕はやりながら取り入れてたって感じなんで、最初だって今なんかはやりながら取り入れてて、やりながら取り入れてた結果、今三脚持ってくのめんどくさいので、今もう手持ちに戻りましたね。結局もう雑音入ってもいいやみたいなマジ適当みたいな、もうタモリさん式で適当っすね。だからこの前もなんかライブとかちょっと やるときも、昔はねどんな感じでやってたかっていうと、なんかこういうマイクですよ。こういうマイクをね、外で発信するときはこのモフモフのマイクをつけてね、こうやって、で、まあ、三脚で自撮り棒でこうねつけてたんですけど、いや重いんすよ、めんどくさい、あれ持ち、これもう邪魔なんですよ。なんでもう今もうこれですね、もうこれで、一応あとリングあるんで、リングここにあるんで、まあ、こうやっとけばなんかいいじゃないですか。こうやって置けるし、あとなんかこの前木で、なんか2ヶ月か1ヶ月前にライブした時も、その木のとこにこれちょっとこう挟んでね、でこれでライブしてたんですけど、もうそんな感じになっちゃいましたね。結局なんかいろいろやった結果、一番最初に戻るというね、めちゃくちゃもうそのままっていうね。そう、だけどね、凝り出すとそれじゃないといけないみたいなね、あったりとかするので、それも臨機応変にやっぱ対応していくっていうことが、自分でルール作るんだけど、ルール改正をしていく。だから国もそうじゃないですか。ルール作って、じゃあ法律作るじゃないですか、憲法とか法律。じゃあそれ変わってますよねと。もちろん変えられないやつだったりとかね、なかなか変えられず議論してるやつもありますけど、じゃあ100年前の法律と今の法律って変わってません？憲法改正とかあるじゃないですか。だから自分の中の憲法も改正していかないといけないですよと僕は思います。だからそれが稼ぎ続けるためのコツですよね。自分のルール、自分の憲法も変えていく、改革していくってことが大事かなと思います。じゃあセンターピンは何なのか、ネットビジネスのセンターピンは何なのか、情報を発信する、これしかないです。ブログで発信する、ツイッターで発信する、インスタで発信する、YouTube で発信する、これ以外道はないと僕は思ってます。僕はね。それを自分でやるのか、人にやらせるのか。昔僕はゴーストライターとしてね、やらされてるというかね、ゴーストライターとしてやってましたけど、だからそれを人に、僕はやら、人にの、〇〇ですってやってたわけですから、この人はやってないわけですよ。でも丸々です、僕がやってるわけです。だから人にやらせるのか自分でやるのかって話ですよね。だからもう僕はもうね、ゴーストライター絶対やらないですけどね、もう自分しかやらないです
だから自分の言葉の方が簡単ですから、簡単っていうか、いいっすね。もうやらないっすね。だから一回その独立した時にですね、結構言われましたよ。あの、吉永さんコピー書いてください。やっぱコピーライターのもう枯渇してるんで、ライティング書ける人やっぱいないし、超大変なんですよ。めちゃくちゃ大変なんですね、あれ実は。マジ大変ですよ。ほんと大変。で、だけど、まあ、その、今いろいろ言われたわけですよ。で、断ってたんですよ。ずっと断ってたんだけど、いや、僕が独立時は結構大変だったんで、まあ、キャッシュもね、まあ、ここ来た時も借金あって、ね、貯金ゼロからですよ。まあ、てか、マイナスからスタートだったんで、まあ、断ってたけど、ね、商品売れない時もあるわけですよし、僕も。で、借金返さないといけないんで、わかりました、じゃあやりますよ、みたいな。で、やって思ったのが、もうやんねえと。もうやらないっていう。そう。だからやっぱね、それも思ったのが、やっぱりそのお金のために嫌なことをやりたくないなっていう。いや、でもお金がないと借金返せないわけじゃないですか。で、だからやりたくない、断ってたけど、もうじゃあやりますって言ったのも、結局お金がないから。だから自分で本当にやっぱ稼いでいく。っていうことは最大の防御でもなるなっていう。自分で稼ぐっていうことは、稼げるようになるっていうことは、あの、やりたくないことはもうきっぱり断れる。自分で稼げるわけですから、別にやりたくない仕事を受注する必要性はないですよね。だからフリーランスの人って結構やりたくない仕事を受注したりとか結構してる人多いと思うんですよ。で、それって自分に稼ぐ力がない時ですよね。仕事を受けるしかないじゃないですか。だからそれも感じましたね。そのやりたくない仕事をやらないためにも自分のパワーをつけていく。で、自分で稼げる力、自分で稼げるプラットフォームを作っていく。で、これをやればもう他者依存しなくていいので、自分で稼げるわけですから、自分がやりたいことだけやって収益を出していくということは続けやすくなるじゃないですか。わかります？やりたいことしかやらなくできる状況を作っていく。でも最初は難しいですよ。最初から好きなことだけっていうのは難しいです、これは。本当に。最初から好きなことだけで生きていくっていうのはマジできついです。それは無理じゃないかなと思いますね。それはもう、奇跡の人ですね。めったにいないです。だから最初の初動っていうのはやりたくないこともやらないといけないですよ。で、それを踏まえて、なんだ、自分でしっかりと稼いでって、決めるってことですね。もうやりたくない仕事はやらないような経済状況を作っていくってことですね。だ最近は結構、まあ、ジョイントはしますけどね、僕は。ジョイントはしますけど、そういうなんか仕事依頼とかは受けないですね。てか、全く受けてないですね。だからそれで学んだことありますよね。だってやってても苦痛でしかなかったですもん。マジで。またゴーストライターか、みたいな。もうやったよみたいな、もう相当やったからもうやりたくないなみたいな。はい、ということでいろいろとお話ししましたけども、参考にしてみてください。まあ参考にならないかもしれないですけどね、僕のあくまでも流儀ですから。はい、では終わります。